こんにちは。今回の動画は前回のトートバッグ前半の続きになります。後半はこの部分、側面の1段目からの説明になります。側面の1段目は鎖編み3回で立ち上がって、長編みを増し目なしで編んでいこうと思います。長編みなので、この根元は編まないで、次の目に長編みを1回、そして隣の目にも長編みを1回、隣にも1回というふうに増し目なしで1個ずつ編んでいきます。この根元に編まないというところだけ注意するようにしてください。最後の長編みを編み終えたところです。最後まで編んだら、一番最初の鎖編み立ち上がり3目の3目目に引き抜いて、側面の1段目が完成です。長編みをぐるっと一周してきました。そして続いて側面の2段目になります。側面の2段目は鎖編み2回で立ち上がって、まずこの長編みのこの表の部分にこんな風にかぎ針を通して、長編みと同じ要領で長編みの表引き上げ編みを1回編みます。そしてさらにその隣の目にも同じように長編みの表引き上げ編み、隣にも感じで、長編みの表引き上げ編みを1回2回3回4回やったところになります。そして次は長編みの裏引き上げ編みを4回編みます。の柱の裏側からこんな風にかぎ針を通して取ってきます。編みました。そして隣にも長編みの裏引き上げ編み、もう一度裏引き上げ編み、こんな風に表4回裏4回と編んできました。そしたらまた表をこんな風に長編みの表引き上げ編みを4回編んで、4回編んだらまた裏引き上げ編みを4回という風に4つずつ交互に編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。裏引き上げ編みを3回編んだところで最後の目になったので、ここで立ち上がりの2目目に引き抜いて終わろうと思います。側面の2段目ができました。続いて側面の3段目になります。側面の3段目は鎖編み2回で立ち上がって、今ここに表引き上げ編みのラインが4本見えているので、この目に逆らってここに裏引き上げ編みを編んでいきます。裏側から針を通して
こんな風に4回1個の柱に1個ずつ長編みの裏引き上げ編みを編んでいきます。これで4回編めました。そしたら次は、前段の、長編みの裏引き上げ編みのラインが4つ見えていると思うので、この見た目に逆らって今度は表引き上げ編みをここに1個ずつ編んでいきます。4回表引き上げ編みを編んだところです。そしたら今度は、表引き上げ編みのラインが見えているので、ここに裏引き上げ編みをしていきます。この段は、見た目の、編み目に逆らって表には裏を、裏には表をという感じでどんどん、長編みの引き上げ編みをぐるっと一周最後まで編んでいきます。逆らってぐるっと一周編んできました。今は表引き上げ編みを3回編んだところで最後の目になったので、ここで立ち上がりの2目めに引き抜いて側面の3段目を終わりたいと思います。続いて側面の4段目です。側面の4段目は鎖編み2回で立ち上がって、今長編みの裏引き上げ編みのラインが4つ見えているので、ここに素直に裏引き上げ編みを編み入れていきます。3段目は見た目に逆らって編んでいったんですが、4段目はシンプルにそのまま素直に裏には裏を、表には表をという感じで編んでいきます。4回編んだので次は、表引き上げ編みのラインが4つ見えているので、素直に表には表を、表、裏、表、表、4つ編んだら今度はまた裏が4つ見えているので、ここに裏引き上げ編みをという感じで、前段を参考にしながら見ている見えている模様のまま素直に裏には裏、表には表、裏、表という風にぐるっと一周編んでいきます。最後の目まで編んだらまた、立ち上がりの2目めに引き抜いて側面の4段目ができました。今全体はこんな感じになっています。楕円形の底があって側面が、バスケット編みがちょっとだけ、模様になっているというところです。で、ここでちょっとポイントをメモにしてみたので、側面のポイントをまとめてみます。ポイントとですね、側面の1段目ですね、楕円形が終わって一番最初、長編みをぐるっと1周編みました。根元の次の目からというところだけ、注意するといいと思います。
して2段目は、長編みの表引き上げ編み、長編みの裏引き上げ編みを4回ずつ交互に繰り返すということです。そして3段目は見えている模様に逆らって編む。そして4段目は、見えている模様をそのまま素直に編む。表には表、裏には裏という感じで、次の5段目以降はこの3と4を順番に繰り返すだけということになります。なので5段目は今4段目素直に編んできたので、5段目はこっち逆らって編むということで、鎖編みを2回して立ち上がって逆らう、裏引き上げ編みのラインが見えているので逆らって表引き上げ編みを編んでいって、4回編んだら、次は表引き上げ編みのラインが見えてくるのでね、4回編んで表が見えたら逆らって裏を、この段は全て見えている模様に対して逆らって編んでいきます。今5段目を編んでいます。5段目は3段目と同じで逆らって編む。次は素直に編む、逆らう、素直にというのを順番に、このまま好きな高さになるまでどん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 編み進めていきます。はい、好きな高さまで編んできました。ちなみに私の場合はここからここまでの今のところの高さが、16センチ、約16センチでした。そして最後に細編みで1周したいと思います。細編みなので鎖編み、1回で立ち上がって根元から1個ずつ細編みを編んでいきます。こんな風に一つ一つ目の頭をすくいながら細編みをぐるっと一周編んでいきます。細編みをぐるっと一周最後の目まで編んだら、一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜いて糸始末分だけ糸を残してカットします。で本体が完成です。そして最後に、持ち手の部分を編んでいきます。で取っ手の部分は、こんな風に置いてバランスを見て、良さそうなところから、編み始めていって、細編み4つの、ロープ状のものをずっとここから編んでいって、反対側で、まつってあげるという方法にしたいと思います。実際にやってみます。私はこの辺から縫い始めようと、編み始めようと思うので、その場所にかぎ針を入れて糸を引っ張り出します。そしてこの糸端を編みくるむようにしながら取っ手を編んでいきます。この状態で鎖編み1回で立ち上がって、今引き出したところと同じところに細編みを1回編みます。
隣にも。はい。さらに隣にも。隣にも1回、これで細編み4回編んだことになるので、ここで鎖編みを1回して立ち上がります。そしたら今度はカバンをぐるっとひっくり返して反対に向けます。見えにくいかな、こういう状態ですね。反対に向けたらまた根元から細編みを一個ずつこんな風に編んでいきます。で最後の目にも編むとこんな風に取っ手の2段目が編めました。細編み4回したら鎖編み1回で立ち上がって、またバッグをぐるっとひっくり返します。そしてまた根元から細編みを編んでいって、細編みを4回分編んで、鎖編み1回で立ち上がったらまたバッグを反対にして根元から細編みを編んでいきます。そして好みの長さになるまで取っ手を編んでいきます。細編みを36段編みました。こんな感じになっているので、最後に反対側にまつりつける分だけ糸を残してカットします。バランスのいい位置を確認して、ここで本体と取っ手の端っこを合わせていきます。一応バッグなのでしっかりと糸始末もしてあげた方がいいと思います。こんな感じで自然な感じについたかな。ついたら糸始末をして、糸端を根元で、糸端じゃないな、糸の根元をカットして、こんな感じでつきました。反対側も同じようにつけます。両方の取っ手をつけて完成です。飾り付けはこんな風に簡単に革タグをつけてあげてもいいと思いますし、こんな感じでも好きなタグをつけてあげてもいいと思いますし、今手芸店に行くといろんなリボンが売っているので、こんなリボンも使って
まあ、ちょっと置いただけなんですけど、こんな感じで縁のところにぐるっと一周縫い付けてあげるだけでもまた可愛いかなと思います。であとはこんな思い切り可愛いリボンをリボン結びにしてつけてあげて、こんな感じにしてお子さんに持たせてあげてもすごく可愛いかなと思います。で用途としてはまあいろいろあると思うんですが、お子さんの、こまごましたおもちゃを入れてちょっとインテリアっぽく置いておくのもいいと思いますし、私だったら編みかけの作品と糸玉とかぎ針を入れてちょっとこう持ち歩くのに使いたいなと思います。ということで今日は、バスケット編みで編む大変底のちょっとちっちゃめなトートバッグの編み方でした。以上です。ありがとうございました。